ドクター林の健康ゲラゲラクリニック、えー、今日はプロレスラー橋本智彦さんをゲストにお迎え,お迎えして、えー、お話を聞いております。 え橋本様のとにかく柔道をずっとやってこられて、えー、プロレスに転向して、格闘技に転向してね、それからプロレスにやってるという,、ね、うことですけど、今はまあプロレスだけでしょ、格闘技の試合、どうですか、やる気ないですか、いやあります、あります、あやるあるタイミングがあればっていうか、<ー>やりたい選手もいますね、あそうですか<ー>でもなんかあしら、こう、日本人のでかい人とやりたいですよね、一回。 例えば藤田選手とか藤田和幸言ってきますよ。ぜひ本当にやってみたいですね。本当ですか。へえ。それはだけどあれでねキャラし次いですよね。いやキャラなんて関係なく本当に当然負けるんですけどやってみたいですよね。それはそれは楽しみしています。私ぜひじゃあどっかで実現できたらいいですよね。それも願いしますね。実現してください。そうだな。 で橋本さんすごい巨漢じゃないですか。今100 183cm 140キロって言ったじゃないですかいつ頃からこんな体動きのちさん？いやでもね大学の頃はらこんなかったんですか？いや大高校の時にボンと太ったんですよ。一回中学から高校上がる時にそれまで6もう70キロぐらいだったんですよ。中学あ本当ですか？で高一で90キロぐらいになったんですよ。はあ。ボンってで徐々やってる間90キロ台キープで高一でやっぱ140ですよ。何やってんですか。50キロ何したかね プロレスなっ,った時に115ぐらいだから115それでも、はい、2 5キロ増えてるじゃないですかすごい珍しいですねやばいですよね,ねえそれだけ食べてるってこと食べてますねだだトレーニングするでしょトレーニングもするんですけどしてるとき食べるじゃないですか、ええ、その量してないときも食べるんであ<ー>ダなんでし,、ね、してないときも食べてしまうっいうのね、はいあ 今体調全然悪くないですかそれだけ。悪いです悪いです。取ってっちゃいけない。がっちり悪いですよ。悪いですかやっぱり。痩せたいと思う。痩せたいと思います。そですか。まあでも本当に巨漢のレスラーも今しそうだからやっぱりいいじゃないですか。しばらくプラスやってる限りはこの体型でいて。そうですね。ちょっと痩せると思うんですけど。うん。具が悪くなったら先生の子行くんですいや、ぜひぜひ。それは。しかしすごいね。140キロすごいな。えまあそういうことでね、あれですよね。 アパッチプロレスっていうのは今どんな感じでやってるんですかあのなん例えばなんていうのかなエンターテインメントってことないでしょもうでもゴツゴツそれこそ本当ゴツゴツとした試合ばっかりですねお笑いがほとんどっていうか全然ないですねないでしょあ<ー>あ,あそういう風になってんだ、えー、金村選手がやってたまりにしてもそういうの全然なくてそうですね お笑いがないですね。何試合ぐらいやってるんですか。つだけど、五試合ですね。あ、五試合でね。五六試合だいたいこれ。新基場ほとんどですか。新基場とあと地方。あ、地方も行く。はい。大阪浜松はよく行きますね。え、それはね、自分たちで興行しうんですか。大阪そうですね。あ、すごいね、それはね。で、お客さんあ、そこそこ入る。大阪はいいっすね。あ、大阪はやっぱ暑いっすね。ああ。へえ。浜松なんかはどういうとこでやってるんですか。浜松はアクトシティです。アクトシティやってる。へえ。駅前の？駅前ですね。ええ、すごいじゃないですか。 そこそこ入るんですか、その。まあわりかしこの間入りましたね。えー、はい。確かにですね、そういうの工業やるのも好きですよ、八雲さんなんか、ね。好きね、なんかそういう感じですね。プロモーターみたいな,なはい。ま人と会うの好きなんで。<laughs> はい。そういうなんか向いてそうな気がしますよね。営業マンになる、ね、なと思いますか、ね。営業そう。それあれですか、あのねちょっと聞いたけど、そうお店もやったことがあると。そうですね、お店もありましたね。ねでしょ？でもその。<laughs> それですね自分店なんかも行かない自分で行かなくなるんで自分ああたまにしかそれがだめなんですよね人に任しちゃうんで居酒屋みたいなとこバーやったんですよねあバーやったんやダーツバーやったんですけどもう行かなくて遠かったんで家から人に任しちゃってたらもう全然だめでしたねそうするとだんだんお客さんが来なくなっちゃうってことそれともやっぱり何かやっぱ人を使いすぎたんですよねあそういうことですかああ じゃあ経営はダメです向いてないです、ね、<笑><笑>なるほどね、えー、でもそういういこれからね要するにプロレスだけで今,今の時代プロレスだけで食べるって大変じゃないですかそうです、ね、1、ね、4 0キロ維持しなきゃいけないわけだから、はい、食べていかなきゃいけないわけですよ、はい、そうすると、まあ、何かしらどうすればいいかと。 でも僕は実は昼間もちゃんと仕事やってるんでそうなんですよこんなこと言うのもあれですけどどうかと思うんですけどんか夢は壊すよいなじえじゃあそれでなんとかそうですねなんとかどうですかそれだけ柔道やってきたんだから一発柔道場なんかを街の柔道場なんか今どうなんですかああいうのはいやどうですかあれ僕でもね子供を教えたいって気持ちはすごいありますね昔から。 よく昔は我々の時は町に柔道場が結構あって子供たち行ってましたよね。ですか、はい、あるんだでもその道場にやっぱり名のある人がやらなければ来ないってこといやでも名のある人関係ないと思うんですよね結局は。<ー>なんかよく言うじゃないですか名のある人はおんの下手なとか、えーえー、なそれすごい分かりますもん<ー><ー>教え方が分からないっていうのを言いますもんみんな強かった人たちは。えーえー いや実際今あるんですかそういうじゅう道場いっぱいありますいっぱいありますはい自分の育った道場もまだあるしまあそういうところでなんかその子供たちを育てるのはたかにいいですよねやりたいですよね将来的にはあそれのいいじゃんそれがそれがいいじゃないですか中道場中道場いいですねでも今時代が時代なんでね怪我したらダメだとかまあ結構ね。 難しいで,すよ、ねうん、でも本当、新しい柔道を教えなきゃいけないでしょう、負けない柔道を教えなきゃいけないわけじゃないですか。そうそういやでも僕は日本の柔道を追求してほしいですよね、でそれでまた盛り返してほしいですよね、<ー>レベルが高すぎるんですよ、本当に<ー>日本の柔道っていう、ああ本当、枠、代表枠を2つにするとか、えーえー、したら本当に決勝で日本人同士とか見れると思うんですけどね、あ<ー>あ難しいでしょうけど、そんなのなるほどねそうかかじゃあやっぱり自分であれですかこの やってきてき好きなものはやっぱり、まあ、プロレスか格闘技か柔道かって言われたらーちャップ柔道です、ねいや。見ちゃうんですもんテレビ<ー>でやっぱり高校時代とか一緒にやってたやつが出てると、うん、ーうわあって思いますね。なるほどね。柔道だったらだけど当然一番階級としては僕は<え>う当時マイナス95キロとったか一番デブじゃない階級でしたね。ちょっっとデブっていう階級です そうなんだああ今だったらもう完全にで、ねそうですね、今プラス百とかじゃないですか、ね、ああうそうだいいよねそう柔道場なんかやって子供たち育てるといいですよいいね,そう,ねそういうのがいいよね先生どうですか、ね、いや道場系は経営者の私も向いてないからね先生向いてますよ行かなくなるしすぐね人を使いすぎるしマチマジチ へえ、そうなんだ。そんないっぱいあると知らなかったの。で、ね、吉田道場ぐらいしか最近見ないから。いや,いや、もういっぱいあります本当,本当ですか。うん。まあ、柔道やってくると、まあ、例えば、じゃあ。あ、ね、橋本さん、大学卒業して。大学でも二年間やってたんですよ、柔道。ね やってましたずっとはいそうでしょ2年間推薦で入ってるんでああ柔道で入ってる名前だけ書けばいいよとかそうですねテストあったのかなっていうこん言ったらあかんかもしれないですけどねそれでまあじゅ四年間卒業してしたら柔道で就職なんかもできるじゃないですか卒業してればできたと思いますね柔道っそうと企業に入ってええ卒業し柔道やってる人生がまたあったかもしれないですねね。そしてそうかその後はまあ どうだったか知らないけどまあサラリーマンとして,やってるそれもだけどね硬い生き方じゃ重度、ねね、のまあその人脈とか結構スポーツ運動やってるところはあるじゃないですかはいそのスポーツの人脈とかそういうのがあるじゃん、はい、結構あるんですか今ありますね人脈っていうのはありますねそうですかは そういう中だけでいっぱいあのいいとこいいいとこっていうかその、まあ、例えば人がいっぱい入るとこなんかはそういう中だけでまあ自分の生活できるとかね何、ね、<で>かまあ横のつながりでみんな助けてくれる人たちが多いです、ねね、そうでまあプロレスはまあアマレスやってる人が多いですけどねだからあの新日本プロレスなんかは明治大学とかねああい,いとう人たちみんな横のつながりすごいですよねやっぱり。そうですか まだまだプロレスやってくるでしょ、う今、いくつですか今年5なんですよ、35歳、まだまだですったらね、プロレスの時は一気長いですよね、そうですよね、やろうとやる気になればそれこそ、50代、60しょうねやってる人もいるんで、実際、でも僕、思うんですけど、ああいう人たちってすごいですよね、何が50歳、60歳になっても、自分は絶対できないと思うんで、やっぱ超人なんですよ、あのうん 本当にしかも実際強いわけでしょそうなんでも,、ねね、なでも正直ほら街歩いてて同じ歳ぐらいの人やったらもう変な話つれつれてたりするわけじゃないですかソーリング上でねあんなすごいパフォーマンスしてあれやっぱ超人ですね超人になってくださいよなれかな <laughs> <laughs> 体重は50キロ持って落して、ね、え <laughs> いやーでもまあこれで病気がなきゃしなければあれそう 治してくださいよ。いやいや、病気だけはてくい。メタボだから、いろんな病気が出てくる可能性もあるんだけど、それだけ動いてればいいじゃないですかね。今、有酸素なんかやりますか歩くぐらいしかやらないです、本当に。歩くで、ゆとゆと歩くでささっさ歩いてますか ?5 キロで、キロでゆとゆと歩いてる、30分ぐらい。30分ぐらい歩いてるんだ。あと、プールですね。あ、プール行ってるだ。プールも歩いてるの。泳いでますそうなんだ。じゃあ、まあ。 有酸素ちゃんとやればねあれですけどねまあプロレスやってる限りは大丈夫ですよ。あの病気しないと思うんだけどや,やんなくなってからねちょっと怪我でもしちゃったら、はい、ね怪我でもしたら少しき3ヶ月休んじゃったらまず駄目ですよね。そなんとか体重管理しないとしないダメですよね。はい そうだな、でもまあ橋本さんね,じゃあねん意外とこの本当に初めてですねこういうプロレスに入っていく過程が意外とも異 <laughs> 色でみんなプロレスに憧れてそう、ねね、いろんな団体にあ,のあれを出して、はい、それで入れてくれなかったことなんとか言って、ね、何回も何回もトライして,一枚も出してないで,す、ねでしね、プロレス自体はその知らないでプロレスになった人たもあんまりいないですよね。 段階踏んだ人から見たら面白くないかもしれないですけどね,ね僕みたいなあれは、うん、でも総合まだまだやる気があるんだからそうですね,ねでもやってはいるにちょっと最下あることあるんでしよはいはいはい試合はでもまあそのスーパーヘビー級が必要とされてないのかもしれないですね今はまだ、うんうん、でも35歳ぐらいってまだまだ若いしそうですねまだできます,ねやますよね、はい、だかからもう日本なんかでか 限らずどっか行ってアメリカなんか行ってやってきたらどうですかアメリカですかアメリカでアメリカもう大変じゃないですかねアメリカでやるのは体調管理も難しいでしょう <laughs> そうですよねはい、うん、今日本の選手で格闘技あの俺石井選手なんかアメリカ行ってやってるんですかアメリカで,格闘で聞きますけどね練習の拠点を移して向こうでやってるっていうのは聞きましたけどね、うんうん 抽選しだとかみんな海外行っちゃいますからね。みんな日本で興行ないんで、そうしてやっぱり稼げるのはアメリカなんでしょうね。そうですね。でもアメリカも二試合負けたらもうクビっていう感じらしいですからね。本当ですか？はい。二回負けたらダメ。勝ち方悪かったらダメやっぱり人はなんぼでもいるんで、厳しい世界みたいですけどね。今これあのプレスも W W E が最近行きましたけどね。はい。 ねすごいもういろんなおしっこの検査となんかすごい薬物に対してはうるさいらしいじゃないですか。なるほど。格闘技もすごいですよね。そうですよね。ね。日本ではあれですか格闘技も結構それうるさかった薬物に関しては。いやあのなんか試合前の検査ぐらいじゃないですかね。おしっこと血液検査。あ血液検査はやったけどね日本は。先やってたけどおしっこは一応やってたんですか。いやおしっこあったと思うんですよね多分。試合前で試合後じゃなくてね。試合 こうやった忘れましたねあんまりあいつなんかナーバスになってないですね,はね、はい、でも明らかに体が違いますけどね外国の人は,の人は、うん、なるほど、うん、橋本さんの得意技は何ですか知らない技ばっかりだねこれ書いてあるのでも、ええ、今,今のレスラーの技って、ええ 根本的にある技の改良が多いこの技だってあのチョークスラムの,けあの改良なわけですよ XCT っていうのもああ,あ,あ XCT、はい、チョークスラムで相手を上げてそのまま自分ごと倒れていくっていう、うん、あ,あ自分も一緒に倒れてる、はい、ああなるほどね一人ビザンって何ですかねこれはあの2人をジャーマンで投げるああよくやってますねそれを投げるんだああすごいなモリガンズボム なんっすこれ。ね、森君っていうのは、なんかその戦いの神様らしいですよね。ええ <laughs>。だけど、本当にもう。危ない技ばっかり増えてくるじゃないですか。ね、ねどうやって、ね。いや、そうですね。いや、危ない技もそうですけど、あと。ね、いろんなこう、なんていうんです、若い。プロレスラー若くなっていってませ、うん。今。若い若い変な話、小学校から出てるんで、うん、もうあんな見てると怖くて知らないですよ。そうですよね、本当その、やっぱりその。 あのジュニアなんか特にこう飛んでる判定がすごいすごくなって、うん、いろんな技をやらないとお客さんもまだないし答えなきゃ答えなきゃって気持ちも分かるんですけど、ねね、とにかくやっぱり私なんか見ててね怖いのは本当に首をねもう骨折するんじゃないかしてんじゃないかとかあるいはその四神麻痺になるんじゃないかと思うようなね頸髄損傷になるんじゃないかと思うようなことがいっぱいあるんですそのヒヤッとしたのありますやっぱりい,やいっぱいっですかいっぱいいっぱい本当にへ<ー>だからそれでもなんでもないからプロレスはすごいんだなと思ってね当超人ですねやっぱり。<laughs> えー、じゃあもう一曲聴いていただきましょうかね。えー、最後、ザ・ローリング・ストーンズのあそうかすみませんもうかも一あります、ねえー、湘南の風でしたね。えー、湘南の風の応援歌を聴いていただきましょう。 えー、湘南の風応援歌を聞いていただきました、えー、橋本選手は要するにそのお今月1ぐらいですかアパ,ッチプアパッチ工業はそうですね 1> 月1、2>, 月1 1> 1 2>, 2、東京は月1本ですね1本で 1>、はい、新規場ほとんどの新規場ですかほとんど絶対新規場ですね絶対新規場 <laughs> <laughs> なるほどじゃ新規はだけどまああそこもアクセスが悪いわけじゃないからね皆さん来ていただいてそうですね。いただくようになればと思いますけどまあでもあそこも結構やりすぎですよねプロレスのね。そうですねもう毎週四試ぐらいあるんじゃないですか。ねうん、ああ、はい、そうですよねうん結構いろんなみんなあのビあのビアガーデンやってみたりはいいろんな企画を出してやってるじゃないですかはいねやっぱりそうしないとプロレスだけではなかなかお客さんが来てもらえないからねそうね,ね厳しいでしょうね,ね、うん、そうですねプロレスもまあいろんな いろんな、まあ、本当にあの他のプロレス団体見ててもねもうお客さんはどんどん変わっていってるから昔の昔みたいなお客さんはほとんどいなくてなんか新しい人たちばっかりになっても生きてるから年齢層も、あのー、やっぱり下がってる感じはしますよね<ー>若い,若,いくな若く見えるのか私が年取ってるのかわかんないけど<ー> <laughs>、まあ、とにかく本当に変わってますよだから新しいファンが増えてきたんだと,だと思うしう実際このなんたかさ新日本なんか見てても そのヘビー級のプロレスじゃなくてなんとなくこのジュニアかそのヘビー級の境目みたいな人たちが活躍するじゃないですかんか新しいなんかスタイルかなとだからそういうのを結局見たいのは見たいんいというかそういうプロレスにあれするのは新しいお客さんじゃないかなという気がしますよね、うん、我々なんかちょっとちょっとまだ違和感があるからやっぱりヘビー級のあのー 勇決の試合みたいなと思う <laughs> <ー>。もういですか<ー>ぜひともアパッチ。ルッチはラーニングも見たいわけです。ぜひどもアパッチ来てください。<laughs> アパッチやりますから。はい、本当ですか。いやそういうのね本当だから何となくみんな変わってるからまあ変わってるからもレス,レスラーも変わんなきゃいけないとこもあるでしょうからね。やっぱりその辺をなんかこういろいろこう読みながらいろんなこと考えていかなきゃいけない。でもそういう意味ではまた面白いとこもありますよね。 何かどこでブレイクするか分かんないとかそれが分からないからねどうしようもないですよねでも他の団体と同じことやってもしょうがないわけだからやっぱりなんかこうアパッチはアパッチ色を強く出して僕もっと子供に見てもらいたいんですよねそういう形で子供見てもらいたい大阪とか言ったら子供もがキャラクター出すしかないじゃないですかいろんなキャラクターで。にはでもね地方は子供がめちゃくちゃ多いんですよアパッチ何なんですかね お父さんお母さんが連れてくるんだと思うんですけど、えー、子供たちがもう大合唱してくれて<ー>、はい、僕ら見たらキャーっと逃げていったり、えー、そういうのがね、えー、いいんじゃないかなとやっぱり思うようになりましたけどねなるほどああそれ以外ですね子供もに見たもらい,たい,いや昔はそれは安易 <laughs> な考えありましたよモテたいとか <laughs>、うん、でも今は子供からキャーキャー言われたりすごいって言われる時の方が嬉しいですね、うん、なるほどね いやあのゼロ番の大谷選手なんかねやっぱりなんか小学校回ってやっぱりいろんなねいいととあれわれいいですよねあれいうこと考えてるいのはねプ、はい、ロレス世の中を変えるって言ってますからやっぱりまあそういうポリシーが何かあってやっぱりやっていくのもすごくいいかなと,、はい、とぜひアパッチもなんかわ、まあ、かんないですけどねわかんないけどなんか自分たちの独自の色を出して、えー、ポリシーを持ってやれるような感じで,、ねはい、ですよね。 まあょう、今日お客さん来てるくらいなきゃしょうがないわけですからね、見てもらわないとね、ねどうしようもないんで、うん、今テレビ、テレビとか、そういうの何もやってないですね、なんかね、そういうの考えるのも、まあ、楽しいですよね、本当ね、そうですね,ね、これだけ本当、プロレスも団体がものすごいいっぱいあって、そこそこみんな、なんのかんので <laughs> やってるじゃないですかね、多いのも多いんですけどね、<laughs> 不思議ですよね、本当によくね。 えいやいや本当にもうねこの8月ってのはすごくプロレスの多い時でね私もねもう毎日のようにプロレス団体呼ばれて行ってますけれどねえもうこの8月11日もうお盆休みですねえもうどうして来週はみんな休みかもしれませんですねでもそういう時にもプロレスの講義ありますからね皆さんどうか探してえ行っていただけたらと思いますねえアパッチはいつですか次新規場8月27ですね月あ27月あ月曜日ですね、はあ、あでもぜひ皆さんね 行、えー、っていただければあ橋本先生見れますからね巨漢の人がいますからねぜひ見て <laughs> 子供もたち逃げ惑わないようにしてもらってね <laughs>、えー、またあどうぞ皆さんあのお元気でね、えー、楽しい夏休みをお過ごしいただけるどもお盆休みですからねどうぞゆっくり休んで、えー、休養してくださいまたあ来週お耳にかかります、えー、どうぞ健康ゲラゲラクリニック 来週は8月中心地、今度はね、えー、プロレスラーじゃなくて、えー、面白い人たちが出ますんでね、ねぜひ聴いてください。そして橋本さん、本当にありがとうございますうした。今日はどうもありがとうございますした。頑張ってくださいね、えー。50キロ痩せるように。お痩せます。<laughs> <laughs> Getting the key that's not...